はいどうも、くやきちです。6回までね、0対0やってんけど、6回にね、サンタナ、長岡、オスナの3連続タイムリーで一挙4点を先制されて、9回にはオスナにね、ダメ押しのツーラン打たれて、はい、6対0で、負けました。しかもタイガース、2安打完封負けっていうね、昨日の打線の勢いどこ行った、本当に。悔しい、マジで。鬼悔しい、本当に。まあ、明日はね、僕観戦行くんでね、絶対ね、買っていただけるようにね、めちゃくちゃ応援していきたいと思うんでね、なんとかね、はい、任してください。はい、ちょっと今まだ仕事の途中というかね、なんで、はい、今から仕事していきます。そのことはどうでもいいんだけど、明日は絶対に勝つない。予告戦一発言い忘れてたんで、言いますね。明日ルーキーのね、桐敷投手がプロ初登板ということでね、なんとか初勝利をプレゼントしてあげたい。そして、DeNA じゃヤクルトがね、高梨投手、絶対勝ちましょうね。うん、勝って勝利の六甲おろしを歌おう。うん、って感じでね、今日の動画も短いですけど、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ぜひぜひ皆さん、チャンネル登録もね、高評価もしていただけると嬉しいです。